サドアームの師団。ジョーズではラムエアーパラシュートが展開されており、数はボルテックスリングパラシュートが展開されている。サドアーム、またはプロジェクトセンスデストロイアーマーとはアメリカ合衆国が開発したスマート化された師団である。これは割り当てられた標的区域において戦車を探知、撃破する機能を持つ。 この計画の根源は1960年代初期に遡ることができる。もともと、手段を乗せるプラットフォームとしては 203mmM509 イコーム等体があり、またこの概念は1970年代後期に実証が行われていた。1983年、この計画は 155mm 後継のものへと焦点を移し、標的とするものも自走法や、 軽装甲車両に変更された。技術開発の許可を得た上で、1986年、開発の範囲は M270 多連装ロケットシステムの代行軽手段を含むものへと拡大された。1989年に実施された幾度かの実車試験に成功し、量産が1994年に予定された。しかしながら1993年の、 先行量産サンプルの試験では、死団42発中9発の未標的に命中という、定列な結果しか生じなかった。修正が適用され、追加試験の結果、試団13発のうち11発が命中した。小規模量産が1995年に開始され、1996年4月に実施された追加試験は、成功に終わった。小規模生産が繰り返され、 総計836発の投射体が生産された。M898-155mm サドアーム、砲弾は通常の 155mm 砲列から射撃される。戦闘部には M762、M767 新艦が装着され、標的の 1000m 上報で炸裂するよう調停されており、2発のサドアーム投射体が放出される。ひとたび死弾が 砲弾から放たれると、最初はラムエアパラシュートが開き、死弾の回転を止めて、速度を落とす。次にボルテックスリングパラシュートが展開され、死弾を緩く回転させ、垂直からおよそ30度の角度に吊り下げる。この回転により、死弾のセンサー類は、死弾下方の直径150メートルほどの区域を操作するため、徐々に狭まる螺旋状の操作軌道を操作する。 センサー類はミリ波、レーダー、受動式ミリ波放射系、および赤外線観測装置で構成される。磁力系が、兵装の安全解除と照準の補助として用いられる。師団が目標を探知した際、この兵器の 1.5kgLX-14、作薬が炸裂し、爆発成形浸透ルを打ち出す。これは、 大半の主力戦車の薄い上面装甲を貫通するに十分なエネルギーを持ち、その射程はおよそ152メートルである。もし手弾が標的を見つけ出す前に着地した際には、この弾薬は自爆する。ただし正確な貫通力は記述されておらず、事実上の機密となっている。この手弾は MLRS のロケットでも使用できるよう意図しており、4発から6発が携行される。 このシステムは2003年のイラク戦争時の戦闘中に初投入された。アメリカ陸軍第三不評師団の発射総数は121発、車両48両を撃破したのは108発の M898 サドアーム投射体によるものと報告されている。ありがとうございます。